新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや加藤さん、はい、今日何、俺企画聞いてなかったよ。今回は、うん、さて、プラチナ&ミスターの、うん、入って1ヶ月くらい経ってる新人の人たちをどうしても悩みが、売れたいと。入って1ヶ月目で悩みなんてあるの？で何人いんの？収入数ですね。おー、じゃあこれ2話分ぐらいになるんじゃない？2話分ぐらいになるかもしれないです。まあ、その中の方はカットするんで。いやいやいや誰なん？それは社長、お楽しみで。なんかちょっとプチドッキリみたいな。どうもありがとう。あ、どうもありがとう。では、はい、社長、うん、早速呼んでもらえるでしょうか？はい、じゃそこにいるけどね。そこにいるんだ。あ、気づきました。ミスターの秋です。なんて、なんか滑舌悪いな。いや、ミスターの秋と申します。よろしくお願いします。入って1ヶ月ぐらいなんですけど、ちょっと津田さん、ちょっと相談したけど、今日来たんで。そうだ、ちょっと滑舌悪くて。いやー、なんでしょうかね。ですよ。これ何、台本とかないよね。社長、うん、僕彼と話したことないっす。ああ、そっか。よろしくお願いします。秋は入って1ヶ月ぐらい。そうっすね、だいたい1ヶ月ちょっとぐらいですね。え、なに、あの、お悩み相談。そうですね、うん、いっぱいありそうだけどね。で、簡単な自己紹介してよ。はい、25歳で、茨城県から来ました、うん、あのミスター秋と申します。よろしくお願いします。ホスト歴も全くなしで25歳。そうです。今まで何やってたの？もう最初、警察官やってて。警察官？そうそうです。本当に？そうです。警察、一応市民を守ってたんです、公園で。かっこいい。うん、それが、なんと、全く真逆のね、今ホストになっちゃったんですけど。真逆って俺、秋の組織じゃないんだから。いや、まあ、まあでもやっぱ YouTube とか、あのロロンさんとか、はいはい、見てて、まあ、そのともにあのオーディションとかの時に社長が出てて、うん、まあ、社長だったら、まあ、俺でも、ローランドさん以上のものにしてくれると思って、してくれるんですよね。他力本願だね。加藤さん、はい、ちょっと新しすぎてツッコミどころがいっぱいあるんだけど。まあ、22世紀タイプ、22世紀タイプっていうの、これ新しいジャンル。警察官は本当だったんだ。いや、本当そうです。で、いろいろその番組とか YouTube とか見て、そうです、ちょっとこの人に人生変えてみようと思ったのが俺だったの。そうです。いや、ちょっと困るわ。だって直すとかいっぱいあるよ。いや、もう、どこっすか逆に。どこ直したいんですか？嫌いなタイプよ。体重何キロ？今、いや、入った時80キロオーバーだったんですけど。よく面接受かったね。なんかミスターって、うん、なんか僕野球やってたんですけど、うん、まあ、なんか野球ができればなんか最基準がなんか上がるみたいな感じで。確かに。あと野球やってた人間ってその上下関係とか、あのね、その部活の内のピラミッドというかさ、緩くないから、しっかり、うん、の割になんかちょっとチャラチャラしてない？いやいや、大師匠だよ。いやいや、まあね、一応ちゃんとこともできるんですけど、できるんですよ、ちゃんとちゃんとできます。一応あの審判持ってたんで、ってことなんですけど、うん、いやどうしたらいいですかね。漠然としてるな、質問が。どうしたら、いや、どうしたらとりあえず指名もらえますかね。こんな警察官いる？だって閉店後とかこう外でキャッチとかしてるんですけど、うん、まあそれでもうまくお店までにはやっぱ難しいかなって。来てくれるまでは、うん、顔がまねいです、顔が。いや、そんな外見をね、ホストクラブのそのみんなそうなんですけど、外見を磨くのなんて別にそれ当たり前のことすぎて、人にその外見、例えば清潔感ないとか言われてるうちはホストの論外の。そんな普通の仕事やったって高校生だって中学生だって絶対清潔感必要だし、うん、ちょっとうざいもんね、喋り方ね。喋り方はこれ直さないとまずいです。売り上げまだゼロってことじゃん。いや、まだゼロです。人に愛されたことある？付き合ったこととか。いや、一応ここにでもあるんですよ。あ、今まで最後に彼女いたのっていつ？最後いたのは1年ぐらい前です。その時どうやって愛されたの？でも、やっぱね、こまめにこう連絡取ったりとか、うん、なんか記念日があったら物あげたりとか、うん、なんかいろいろその彼女好きなものを調べたりして、こう、うん、やりましたね、いろいろと。その時はうん、だからそれをそのままホストでやればいいんじゃない？あ、大事な人になってもらいたいんであれば。だって何もなく秋を指名して何十万何百万って使わないよ、今の秋は。だってそうっすね、なんか軽い。そうっすね、まあまだ1ヶ月なんで。このままだったら俺多分半年くいないと思うな。まずそういろんなことを、まず秋はホストのレベルを上げようとしてってるけど、そういうことじゃないよ、ホストって、はい、
ホストのなんか、なんだろうな、分かりやすく言うけど、君の瞳に乾杯って言ったら指名もらえるほど簡単な職業じゃないし、例えば魔法のライン、こうやって言えば絶対 100% その女の子が来てくれるなってことが絶対ないと思うし、そんな順位問えるだしね。だからまずそもそもホストだからこうした方がいいとか、ホストになりきろうとしてることがダメだよね。やっぱ結局自分が売る商売だから、別にワインの銘柄知らなくたって、シャンパンの銘柄知らなくたって、ブランデー飲んだことなくたって指名もらえさんでいっぱいいるし、そもそも論だけど人にもっと愛される努力をすべきだと思う。わかりました。俺に対しても好かれる努力をすべきだし、はい、なんかずっとなんか俺はスーみたいな感じだから、なんだろうな、自分のこと好きもん。いやー、まあ、好きは好きですけど、ただなんか物足りない、こんなもんじゃねえなみたいな。いや、みんなそうだと思うんだけど、大体何も努力してないやつがそういうこと言ってんの。周りに任せて全部人のせい、良かったことは全部自分のおかげで、悪かったことは全部人のせいか店のせいか誰かのせい、会社のせいとか、基本的に全部自分のせいだから、はい、売れるのも自分のせいだし、はい、もっと見つめ直して愛される、愛す、自分が自分のことを愛せないんだよね。さっきからあーとかえーとか、いやーとかでもみたいな感じが多いから、もっと自信を一つ一つつけないとダメ。それは結局行いを一つ一つちゃんとクリアしていくことだよね。それ一つ一つクリアしていくと自分の自信になると思うんだよね。わかりました。別に俺嫌いじゃないし、はい、あの、伸びればいいと思うし、最初に言ったようにローランドみたいにしてくださいっていう感覚はまず良くない。だから別にそのスタイルで行くんだったらそのスタイルでいいけど、じゃあそのスタイル10人見たら10人中何人好きでいてくれるかなとか考えたりしないと、ちょっと若干いろいろ履き違えてるかも。そんな、なんかホストでやったら簡単にお金稼げるとか思ったでしょ。いや、最初はそう思って比較しておいたんですけど、ダメだね。まずそこから変えよう。じゃあ2ヶ月後、あ、2ヶ月じゃない、3月頭ぐらいに、はい、ちゃんと秋が目標体重何キロ、とりあえず60キロ。体重計測ってこの YouTube でもう一回やるよ、はい、それでクリアしてね、まずそれぐらいは。いや、もうクリアしますから。すっごい揺れるよね。いや、もうね、いや、まず中身を愛されよう。それはもちろん、あの、自分を磨けば心も綺麗になるし中身も綺麗になるから、まず自分のその目標を叶えて、はい、別にダイエットしたら売り上げ上がるとか、ダイエットしなくちゃいけない仕事でもないけど、はい、武器はいっぱい持った方がいいから、まず約束して、じゃあ2月の終わり、じゃあ3月アップぐらいの YouTube で第何弾っていうか分かんない、ちょっと秋を遡ってやろうと思う。そこからまた新しい悩みちょうだい。実際どういう、女の子にこういうこと言われたんですけど、こういうふうに言われて嫌われたんですけど、こういうふうに言われて成功したんですけど、だったら具体的に答えれるけど、なんとなく売らせてくださいとか、どんな会社の営業マンでも無理だぜそんなの。先輩ちょっと俺売らせてくださいみたいなやつ。1人目こんな感じでいいですか。はい、答えが出ない、答えが出ない、ちょっと、ね、ありすぎて、まだポンコツすぎて。まずじゃあ、でもこれ見てくれてる人何人かいるから、ちょっとメッセージ送ったら。まあ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 、そう、まあ、今回、まあ、いろいろ社長に、相談させてもらって、はい、まあそうですね、もう見た目、ありがとうございます。まず一人目、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ミスターのあきくんでした。ありがとうございます。